ばんは。髪伸びたね。ほんと髪伸びたよ。ロングになりました。ミディアムからね。結構伸びるの早いのかな。でも伸ばしていこうかなって思ってます。さっき落ち着いたの？前もさっき落ち着いたよって言ったらびっくりする。どうでしょうね。こんばんは。こんばんは。なんかね、今日前髪がおしゃおしゃやね。かわいい、ありがとう。すごい今日むくんでてさ、朝起きた時に顔がパンパンじゃないかってなって、でも今日もいっぱい食べたから明日顔がパンパンじゃないかってなりそうで怖い。どうしよう、顔がパンパンじゃないかにはなりたくないんだよね。ありがとう、ギフトもたくさんありがとね。もうね、今日半身浴たっぷりして寝ますね。みんなに会えるのに。カラオケさ、絶対に一人一曲は歌わないといけないじゃん。でも何を歌えばいいのか分かんなくてさ、怖いし歌うの、どうしようって感じ。ずっと考えてるんだけど全然思いつかなくて。そう、まだ決まってないの。どうしようか、どうしようかしら。他のメンバーも何歌うか迷ってた。そう、どうしよう、本当にどうしよう、本当にどうしよう、何歌おう、本当にダメかもしれない、もうダメだ、あーもうダメだ、歌わないよ。今日なんか美女いいねって、え、めっちゃパンパンやのに顔、顔めちゃくちゃパンパンなのに美女いいはおかしいよ。はー、離婚はダメだよ、結婚は許されてないんだよ。ああどうしよう、うん、どうしよう、みんな迷っていますよ、すごくすごくすごく。でも明日は楽しみにしてるね。そうだよ、阪神タイガースは優勝しましたよ、おめでとうございます。ツイッターのトレンドに入っていたね。ねえ、びっくりだぜ。ああなんか、なんかすごい、どうしよう、どうしよう、こういう気持ちなのかな、か私の T シャツじゃない、借りてる T シャツですね。レノンから借りてます。ちょっとそう、急遽泊まることになったりとかしたらさ、借りるんだよね。
チアの時野球部の応援はいた。うん、アメフトでした。アメリカンフットボール部の応援にいてました私は。そう、応援してましたよ。お洋服から連絡があり、柔軟剤がさ同じやからさ、いやもう変わったのか、変わったって言ってた気がするな。そうでもめっちゃいい香りするよ。そうアメフト部です。アメフト部の応援してましたよ。頑張ってやーってやってましたよ。背景が近未来的、これはカーテンですくしゃくしゃになった。ハーフタイムショーとかもやってました。ハーフタイムショー踊ってたよ。あの空中に投げられてましたね。ポーンってポーンってされてました。その髪型めちゃくちゃいい。これストレートおろしだよ。ストレートおろし耳かき、ちょっと変なとこで耳かきした。運動会でまえちゃんいい香りしたって言いたかったけど内心そうなの。嘘、ありがとうね。前髪の自然な感じ。そう今日さ、あ、行った、待って、やばい、そんなことある？え、危な、危な、危ない危ない。びっくりした。これもう一歩行ってたら流血騒ぎでしたね。あ、待って、明日もお見送りあるの？え、待って、そうだ、明日もお見送りがあるのか。そうだね、そう、そうじゃん、そうじゃん。前髪今日ね、もうね、固めるのめんどくさくて固めてないです。そう、なんか固めるのめんどくさい、うん、アクロバティックで通らないで。そう、なんかさ、そういろんなところでさ「前髪決めてんね」ってめちゃくちゃ言われるから、そういろんなところで「前髪バチバチだね」って言われるからさ、もう今日はさなんか別にいいやと思って、もう適当に流してみました。そうなんかね、そう今日はもうちょっとゆるっと過ごしたかったよね。普通にあいろいろあったんだけどね、最近めっちゃグッとしちゃうんだよね、こうやって「うん」とかやっちゃう。そうやっちゃうんだよね。前髪伸びたよね、めちゃくちゃ。今日がポズポズ待ってる。そういやなんかね癖がついた。そうなんか私の大好きなダンスの先生がよくグッとしてるからね、真似してたらグッとしちゃうようになりました。そう、そうなんですね。髪が何してお見送り通ればいいですか。目を合わせてくれたらそれで十分かも。なんか目を合わせられないのが一番悲しいから、目を合わせてくださったら私はもうそれだけで十分かもしれないです。本当に そう。でも最近私目見、人の目見るの結構苦手になってきちゃって、アイドルとしてアイドルとして致命傷かもしれないんだけど、すごい人の目を見て喋ることが苦手になってきてしまったので、もうそれを克服できるように頑張ります。最近なんかそれこそ趣味とかでも
お話しされた時に、あ、はい、そうですね、あ、すいません、はいはいとかなるの、わかる？あ、そうですね、あ、あ、はい、そうですね、あ、わかりました、はい。そう、なんかね、恥ずかしいじゃなくて目を合わせられないですね。運動会のお見送りの時、可愛すぎて声でかくなってしまった。え、めっちゃ嬉しかったよ、すごい、すっごい嬉しかったよ、ありがとうね、ニコニコだった。そう、目を合わせると恥ずかしくなるっていうのもあるんだけどね。そう、あと自分のファンの方を見つけるとどうしても嬉しくなりますね、ニヤニヤしちゃいます。そう、気まずくてそらしちゃうってね、私も気まずくてそらしちゃうんだよね。お揃いだね。そうね、なんか難しい。プライベート高橋さんはさ、別に目が合わせられなくてもいいかもしれないんですけど、やっぱアイドル高橋さんはさ、やっぱアイドルだからさ、ちゃんと目を見なきゃいけないっていうのは分かってるんだけど、どうしても、うん、なんかおってなるんだよ。舞ちゃんのお面を作っていいかな、え、なんか恥ずかしいね、なんかおめん、おめん、面白いね。なんか自分の顔がいると思うとおもろいね。全然いいよ、いいのかな、わかんないけど。なんかそう、ちょ、あ、でもなんか一人くらいだと全然いいけどさ、全員私だとちょっと本当に怖いよね、恐怖を覚えると思うよ。なんかさ、インフル高熱出した時に、ね、出る夢みたいで、ちょっと怖いかもしれないよね。ちょ、前髪長すぎるよ。お面だったら逆に緊張じゃなくて怖いっすよね。怖いです、怖いかもかな。あー、怖そう。そうね、こんばんは。なんかでもさ、そう、明日なんかさ、みんなはさ、いろんな私が見たいわけじゃん。だからお洋服を選ぶ時とかにめちゃくちゃ考えるの。だからメンバーとかとね、あのお洋服を選びに行った時はね、もうね、めちゃくちゃメンバーに聞くようにしてる。なんか、どうって言ったら、よく私ありがちながら似たような服を選んじゃうから、なんか似たような服を選びがちなのね。そうだからよく言われるんだけど、それはもう持ってる持ってる持ってるって言われるし、なんかそれありがち、持ってたくないとか、もう宮来た宮来た、そんな感じ、宮来たもういいよとか言われるんだけど、だけどそう、明日の服は割となんか万丈一致だったかも。メンバーが結構万丈一致で、あ、これ前似合いそうって、万丈一致だった、前似合いそうってみんなが言ってくれて、で決まって、試着して、めっちゃ似合ってんじゃん、それ買いなって言われた。万丈一致か、万丈一致じゃないのそれって、万丈一致か、万丈一致じゃないのか、まあ、万丈一致か、間違えちゃった、
感じ弱いんですよね、本当に。いつまで経っても感じが弱いんですよね。なんかさ、それこそまだまだだと思うんだけどさ、もしももしかしたらさ、いつかさ、ファンの皆さんからさ手紙以外をいただけるってなった時に絶対に漢字ドリル送られてくる自信あるんだよね、私。絶対漢字ドリル送ってくるよね、誰か一人は絶対にって思ってます。間違えてもいいんやで、優しいね、ありがとね。そうそうなんだよ、来そうだよね。感じが弱いんよ。そう、でもなんか満場一致だと思います、本当に。なんかみんなに可愛いねって言われた。結構新しい系統なんじゃないですか。そう、それはそうと、まいちゃん配信するときあぐら書いてんのめっちゃ好き。そう、書いてます。あぐらと三角座りと正座かな。せいやんさんマジやめてっておっしゃってた。お、何がですか。漢字ドリルかい。今日の前の服の上下、服の上下見えてるの。え、服の上下見えてるの。そうそうそう、服の上下見えてんの。足チラッと、え、待って、ズン、え、うそー、やだ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 、やめてやめて、無理無理。え、うそ、あ、ここちょっと開け見えただけ。え、待って待って待って、嘘、あぐら見えてる。どこまで見えてる。ここ、今私がな何してるか見える。パーかグーかチョキかどれかだと思う。どれだと思う。どれ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 だと思う。あ、それは知らん。あ、よかったよかった。危ないじゃん、怖い怖い、やめて。めっちゃ怖いこと言うじゃん。パーなんだけど。あ、そうなんだ、よかった。マジで怖い、本当に怖すぎたわ今。へっ、そうなんですよ、今日はちょっとね、もう一式レノンコーデ一式レノンコーデなので、私そう全部レノンに借りたの。借りてまだ1日しか経ってないよ。そう、明日返す。そう、ワクワクしたい、私に向かせなさい、ドキドキしてみたい。今日のリップ、いつもと同じやつ。こんばんは。髪めっちゃ伸びたね。髪の毛染めたい、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 髪の毛染めたいっていっぱい言ってる、ずっと。ストレートと巻き髪、日によって変わるかな、巻き方にもよるしね。めちゃくちゃ伸ばして、ミルクティーベージュしたいですね。ミルクティーベージュしたい。そう、もうだって18歳だよ、染め寝る年齢じゃん。三輪車こぐまいちゃんめっちゃ背筋伸びてたって。大運動会、大運動会さ、めっちゃ頑張った。正直どの競技もガチンコで頑張りましたよ、本当に。めちゃくちゃ頑張った、もう超頑張った。お見送りの時まいちゃんがツインテール可愛かった。あの子かな、ツイン、え、でもツインテールしてて前可愛いって言った子多分一人しかおらんから、あの子よかった、可愛かった。
そう。せいえんさん、ミルクティーベージュっぽいですよね。好きです。そう。まあ、髪の毛を本当にロングくらいまで伸ばしたくて、そう、もうね、切る気ないです切る気ないから、整えにもいかないからなんか短くするしようとも思わないし、ミディアム維持しようとも思わないから、ずっと伸ばし続けてるからさ、あれ、あれなの、なんか全然美容室行かなくなっちゃった。いろんな髪型しててすごい楽しみです。え、嬉しい、ありがとうございます。何が楽しみ、何どういう髪型が好きかな。ロングで高めツインするか、ツイン楽しみ、ツインね、早くできるな。髪型に短くミディアム気になる、やんないよ。暗髪ロングツインでした。まいちゃん髪対応でキラキラアイドルだった、ありがとうございます。キラキラアイドルなんて嬉しい、そう思ってくれてたら嬉しいなーって感じ。こないだのハーフツインヤバカワでしたって、ハーフツインジュリーに似合うってやりたくてさ、なんかプライベートでもめっちゃやっちゃうようになっちゃった。ショートヘアはない、ミディアムまでしかないかな。あとはなんかボブはあるかも、ショートはないかな。超孤独ライオンのまいちゃんのギャップにやられました、ありがとうございます。超孤独ライオン嬉しい、なんかくしゃみしそう。いや、なんかさ、そう、超孤独ライオンの私さ、めっちゃさ強そうに、いや聞こえるじゃんだと思うんだけどさ、なんかあのー、普段がこんななんかぼーっとしてる喋り方だからさ、なんかびっくりされそうだよねチアリーダーはね、前髪全開ポニーテールの時もあれば、お団子の時もあります。でも前髪は全部上げてた。なんか私の学校はもう普通に教室が終わったら、あれ、前髪上げてもう急いで行ってた。もう猛ダッシュしてましたよ。そう、なんかね、前髪上げないといけなくて頑張って前髪上げてました。なんかね、前髪をなんか不足で巻いちゃいけなくて、そもそも学校がダメで、そう、でも学校は緩いからさ、緩いっていうか、まあ見逃してるからさ、多少巻いてても許されるんだけど、私の部活超厳しかったから前髪巻いちゃいけなくて、まあ、ストレートで行くわけですよ。となったらもうね、ボッサボサよ。クラスのみんなに超笑われたもん。もう前ストレートすぎやなって。そうなんです。そう、ボシャボシャやったで一時期ね。そう、私がよく怒られたのはマジで成績だけかな。成績以外は怒られたことないかも。成績でめっちゃ怒られたね。
前髪はね本当に上げないね。全然上げたことないかも、やめてからね。そうチアやってる時はずっと上げてたけどって感じかな。甲子園ボールも出たことありますよ。甲子園ボールも出たことあるんですけど、めちゃくちゃ寒かったです。本当に寒すぎて足が凍るかと思いました。でもめっちゃ素敵な思い出でした。甲子園ボールの記念キーホルダー持ってます。何の教科が一番苦手やったか、あれかな、物理か化学かどっちかだね。多分化学だと思う。いや物理かもしんないけど、どっちかがめちゃくちゃ苦手で、びっくりするほど苦手だったのね。で1週間前くらいから泣きながらクラスの子に教えてもらった。隣のクラスの子にずっと教えてもらってて、もう夜な夜な電話をしてもらい、夜な夜な教えてもらい、学校でも教えてもらいという、あのスペシャルコンボをしていただいていました。そう物理も科学も両方同じくらい苦手だったね。多分科学の方が苦手だったね。そうなんか OOOH2O とか O2 みたいな。でそんな私がさ水平リーベー誰のって何間があるシップスクラークか言えたわ。もう近くに一人いる。生物はね顧問の先生でした。もちろん赤点取りまくりですよ。超怒られて挙句の果てに言われた言葉、前は頑張ってるけどテストの範囲とちょっと理解の仕方が違うって言われました。そうなんかねわかるかな、一個ずつずれてるんだって。一個ずつずれてるらしい私回答がって言われた。ジュリーも物理苦手って言ってた。てかみんなジュリーの配信見た？誕生日配信もうすごくない？私はあれに感動したんだけど、メンバーの一人一人のことを言っているやつ、もうあれに感動してさちょっと泣きそうになってしまった。なんか言われてる側もそう分かるけどね、自分で言われてるのも分かるけど、なんかあれメンバーのことも言ってるのもすごい私も共感できて、すごいいい素敵やったなと思った。なんかね本当に良かったの。そうまあちょっと恥ずかしいから自分が何言われてたかとかは言わないけど、絶対に恥ずかしいから。だけど本当になんかさすごいよね。そうマジでジュリーマジで本当にマジでね、なんて言うんだろうな、ジュリーはうーん年下なのになんかちゃんと周りを見れてるイメージがしっかりあってて、なんかねしっかり見れてるイメージがあってさ、なんか抜けてるのかなって思いがちだけど、抜けててすごいなんか抜けてるっていうか、なんかヘラヘラ笑顔いつも笑ってるって感じなのかなと思ってたら、しっかり考えてるしちゃんとしてるし、なんか本当になんて言うんだろうなそうコナーもさ言ってたんだけどさ、なんかめっちゃブーブー LINE 来るわと思ったらさ、ジュリーからさもうあれ電話で話したんだけど朝、そう
ジーがもうずっとずっとファンの人のお休みでもう泣いてる。こんなことあっていいのかな、もうなるのかなみたいな、もう嬉しくてどうしようって言ってて、どんないいやつなんだよと思ってもう究極の涙まあいっか、もう究極の涙もろいやんと思って、もう超かわいい、超かわいい、ほんと究極の涙もろいすぎて、ほんともうなんでそんなに涙もろいのって思うくらいさ、もうマジでもう涙もろすぎるやろって思うけどさ、まあ可愛いからいいんですけど、もうね超涙もろいよねジュリア。それだけ感情豊かでさ、なんかちゃんと考えてるんだなと思うと素敵だよね。ね、でも感情に正直に生きる人ってさ、なんて言うんだろう、ジュリーもそうだけどさ、そうすごい素敵だと思う。でもそれこそ葵とかもそうよ。葵とか、あとは誰だろうな、桃花とかかな、やるって決めたらやる人かな、感情に正直に生きる人とか結構ねパパッと決める人が多いかも、感情に正直に。そう、葵とかはそれこそいつだっけな、いつかのステージでもうダメだってなってる葵がいたんだけど、葵のこと待ってる人がいるしみたいな話をした時にパッて葵の気持ちが変わってステージでは頑張ってたのとか見てら、あすごいなと思うし、なんか桃花とかも服選んでる時とかも、これ着たらファンの人が好きそうとか、これ着たら喜んでくれそうとか、なんか違う私かもしれないとか言ってたから、おーすごいなーって思う。そうでもね、素直で純粋な人ほどすごいなんかさ、元気に頑張ってると思うからさ、なんかそういう人のなんかさ、あのメンタルケアとか、あの前でよかったらできたらなと思うよね、すごい。だからなんか泣いてるメンバーのそばとかには絶対にいたいなって思って、まあ泣いてなくてもそばにはいたいけど、やっぱ頑張る理由が私であってほしいよね。私であってほしいっていうか、私がスーパー入ってくれてたらそれでいいかも。思う、めっちゃいいんだよ宮添って、頑張れるよ。私はそんないい人ではないかもしれないと思うけど、いい人ではない、いい人では、いい日悪い人ではないよ、悪い人ではないけど、まあまあまあって感じね。うん、おえよかった、救われたことありがとうね。宮中のおかげで人生豊かになった、仕事も頑張れる、なんかそういう人とかが増えたらいいよね。なんか幸せを与えるグループって何なんだろうって、あのどうやったらできるんだろうとか思うけど、素直にパフォーマンスとか頑張ってなんか愛を伝えとけば、なんかみんなも幸せになってくれるんじゃないかなと思って、まあとりあえず第一はみんなかな。うん、家族とかもあるけど、会う回数が圧倒的に家族よりも今はみんなの方が大きいじゃん。だから
やっぱりアイドルの時はみんなのことを第一に幸せにしたいなって思ってますよ。曲は本当に素敵、もうね最高ですよ。最高ですよ、もうね。そうね、あれ私は割とありのままなんですけれども、なんかね、どう、私正直自分がどんな性格かとかもちょっと最近自分が分かんなくなってくる時とかもあるんですけど、まあ気ままにマイペースに、まあのんびり楽しくみんなとまあ生きれたら嬉しいかなって感じ。のんびり、極度にマイペースだからね、もうみんなとのんびり時間をかけてゆっくりね、着実に頑張っていけたらいいかなって感じかな。うん、その間にもっともっといろんななんか素敵な景色を見ね。でも誰一人かけてほしくないのはマジでそうだね。誰一人かけてほしくないけど、やっぱり12人にも12人の人生があるし、みんなにもみんなの人生があるから、だから生き急ぐではないけど生き急ぐ、最近習った今日ジュリーが、生き急いでるわけだからじゃないんだから全然いいんだよって言われてから、生き急ぐっていう言葉をな、ま、ら並びました、学びました。生き急いでるわけじゃないんだからね、のんびり頑張りましょうよ。高みは目指してね。はいはい、はいですよ、はいはい。うう、腰が痛いですね。まあ私はすごいニヤジョイに入れて幸せだなと思うから、まあ自分のできる最大限のことは頑張ろうと思って、ツイッター今頑張ってます、毎日配信と、あとは趣味かな。趣味が絶対にジョイに生きると思うから頑張ってます。そう、趣味は絶対にジョイに行きます。なので皆さんもうちょっとだけ待っといてください。絶対に生きるので、はい、頑張ってます。ありがとうございます。この後にお話し会のツイートをちょっとポーンとツイートして、で、あのリコちゃんとのツイートをポーンとツイートして、あの今日の1日23時24時までにちょっと終わらせようと思うので、あの配信をあのそろそろ終わりたいと思いますね。いきますね。1 1 5 1 1 5、じゃあ13位から読みます。13位、玉椅子さん、玉椅子さんありがとう。12位、ゆうさん、ゆうありがとう。11位、かいかいありがとう。10位、でんりでんりありがとう。9位、ポンタロさん、ポンタロありがとう。8位、ともさん、ともさんありがとう。7位、まあまあありがとう。6位、パプパプありがとう。5位、ルカテチルカテチありがとう。4位、ひできくんひできくんありがとう。3位、かんさんかんさん、運動会お疲れ様、明日もいます、見つけるね、ペンライト持ってきてね、
ありがとう、かんさん。に毎日すなりょうミニミニ運動会、あ、ありがとう、嬉しい。明日楽しんでくるね、りょう、ありがとね、会いに来てくれてありがとう、ありがとう。そして1位にゃんフィズ、今日もありがとう、運動会もありがとうございました。明日はいらっしゃるのかしら、教えてくださいね。にゃんフィズ今日も1位ありがとう。はい、皆さんいつもありがとうございました。今から高速で投稿するのでね、ぜひぜひミニで見ていただけたらなと思うのと、あとね、カラオケ大会、ちょっと服に注目、髪に注目、歌には注目せず、ほわほわ頑張るのでよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。